後ろどうなってんの、後ろ。俺流せ。使わんといて、使わんといて、使わんといて。大使のいいところ3つ言ってください。ない。頑張るぞ。おお、おっとおっと。ワンテンポ置かなきゃいけないんだよ。皆さんこんにちは、木下大使です。さあ今日はですね、ある家族の部屋に来ております。さあ誰だと思いますか。まあ皆さんだったら多分ジャガー横田、まあ自分のおふくろだとイメージすると思うんですけれども、実は親父の部屋なんです。意外だと思いませんか。だってこんなこのヒョウ柄のブランケットなんて普通着ないでしょ。医師でもあり大学教授でもあんのに。ということでですね、今日は親父の部屋を勝手にまあ皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、親父の部屋にいます。ということで、それぞれ紹介していきたいと思います。これは何でしょうね。お、これはピンク色のヒョウ柄のブランケット、そしてまさかの布団もそうと。そんな趣味してるんですね。あれ、枕もこんな。だ、普通医師とか大学の教授とかだったら普通なんか白色のなんか普通のなんかカバーかけてるようなイメージですけど、実は僕の木下博勝はですね、こんな、まあこれは何でしょうかね、クリームソーダっていう、まあ多分その店のまあそうなんですね、タオルを巻いてまあ寝てるんでしょう。お、めっちゃ本ありますね。勉強本が多いですね。そういう学習するための。だってこれ見て、父親のための人間学、また僕を、まあ、育てる前に多分買ったんでしょうか。はい、じゃあ次に行ってみましょうか。なんだこれ、自分が学生時代使ってたやつかな。 World Cars。 へえ、これ多分英語のじゃないですか。お、なんだこれは、筆記体で書いてありますね。これ なんて読むんでしょうか。僕筆記体そんな得意じゃないんでわかんないんですけど、わからないです。これ なんですか、これ。お、お次は韓国語、ハングルですね、これ。おお、なるほど、韓国語を勉強していたという跡がわかりますね、これは。お、お、クリームソーダまた発見。どんだけクリームソーダ好きなんでしょうかね。まあやっぱ昔、まあ自分が学生時代の頃から好きやったんでしょうか。お次は こっち。うわ、はい、こちらパンツです。やはりクリームソーダめちゃめちゃ好きですね。で、メガネもいっぱいありますね。これ昔使ってたやつでしょうか。お、メガネケース、すごいですね。これは大学の教授なんか集まり会かなんかですね。お、ベルト、これもクリームソーダがないの、これなんかないですかね。まあさすがにこれは、お、ルイ・ヴィトン。おお、またベルトも、まあルイ・ヴィトンも好きなんでしょうかね。ちょっと勝手に開けよう。うわ、パンツ、クリームソーダどんだけあるん。クリームソーダ、クリームソーダ、クリームソーダ、クリームソーダ。さあ何個あるんでしょうかね。なんですかね、わからないです。はい、まあ今見たとこう4つぐらいですね。
お、靴下のブラックキャッツ、まあ、これもクリームソーダですね。やっぱクリームソーダ好きなんでしょうね。お次は服を見ていきましょうか。親父はやっぱスーツ着てるイメージがありますけど、私服ではこういうのも着てるんですね。実はこんな迷彩とか革ジャンとか、こんなの普通着るんですかね。こういうなんかロック系みたいなのが好きなんですかね。ちょっとこれちょっともう取りましょうか。はい、こんななんですかこれ。すごいですね、革ジャン。やっぱやはりクリームソーダ、やっぱクリームソーダで統一してるのでしょうか。これはあとバッグもなんかめっちゃギュギュ、あ、これもクリームソーダじゃないですか。これ豹柄もまたある。おお、すごい豹柄が好きなんでしょう。お、これも白黒のシマウマでしょうか。シマウマ柄の、さあ、カバンも迷彩。こんなの意外でしょ、さすがに。はい、ということでですね、今から、親父の服を着て、まあ、びっくりさせたいと思います。はい、ということで、どうですか？もうこんなん、普通街中歩けないでしょ。見てください、このベルト。悪趣味すぎません？センス悪いですよね。まあ、ということで、待ちたいと思います。ちょっと、よいしょ、ただいまー。あれ、何寝てんのお前。おい、どうした、あれ何これ着てんの、ちょっとお父さんの。これ何着てんのこれ、あれズボンもお前、お、何着てんのお前。いやいや、びっくりした。当たり前だこれお前貴重なやつだよこれ。いや、これ触るなお前、これ貴重なやつだから。いや別にあれお前も油断はしないでね。あの、顔映ってませんよ。あれ、わかんないのもどこだ。顔映ってませんよ。あれ、低すぎな。いや、いいんですけど。もういいよ。もうちょっとこう来ないとダメだね。だって、いいよ、つまくて。声もう私だからいいでしょ。油断すんなよ、だね。似合う。お前のも似合う。ほらな。そう、やられたな。覚えとけよお前。いや覚えとけよお前、次は。いやもうこれお前、ね、お父さんの貴重なお前クリームソーダの革ちゃんなんだから。あ、これさ、私の友達も欲しいって言ってた。やかましい。あげるわけないだろこんなの。あげるわけないだろう。いや、これね、絶対超貴重、超貴重。傷つけた。似合う。全然映ってねえし。似合う。いや、似合うとかそういう問題じゃないんだよ。ちょうだいよ。ダメだよ、女俺は。だってあんた似合わないよ。いいんだよ、似合わなくても。だからさ、油断すんのやめなよ。ねえ、探られていろいろ見られたんじゃないの。いや、わかんないけど、何してんだよ、そもそも。いや、探ってない、探ってない。絶対探ってると思う。探ってない。だって私、お母さんの。お母さん、ほとんど俺映ってないんですけど。別に映ってなくていいんだよ、声だけで。ね、声だけでいいの。声で私って分かるんだから。タクシーの運転手さんも、はい、アジャガさんですねって。雑談やりました。そう、はい。今回はやられました。ざまーみろ。覚えとけよ、お前。次はお前だぞ、お前。いや、もう無理。これ出すなよ、お前。むっちゃダサいよ、これ。うるせえよ。お父さんのベルトとか。趣味悪い。これ何これ、これ。もうこれ、何これ、わけわかんない。かっこいいだろ、ロックンロールの。ロックンローラーちゃうよね。医師であり大学教師なの。恥ずかしいだろお前。趣味悪い。オクラ、これはオクラ。